パブリック・サービスビルは、アメリカ合衆国オレゴン州ポートランドの中心街に、ある歴史的事務所建築物。1996年より、同建物と付設駐車場が、パブリック・サービスビルとガレージの名で、国家歴史登録財に指定されている。ポートランドガスコーク社とパシフィックライトパワー社を収めるために、建造された建物であり、パブリック、 サービスという名称が示すように、当時ガスや電気などのインフラは公共サービスであった。なお、ポートランドには、ポートランドパブリックサービスビルと呼ばれる建物が別にあるが、ポートランドパブリックサービスビルは、ポートランドビルという名称で知られる近代的なポストモダン建築物である。サーモン通りと六番通りに面しているが、この交差点にあたる場所では、 ナイキタウンが第1号の店舗を置いている。67メートルの高さを有する16階建ての建物である。南北にあるウィングはもともと2階建てであったが、1957年に改装工事を受けて12階の高さに作り上げられた。完成後は、摩天楼として認知され、1960年代まで、ポートランドで最も高い建築物の座に君臨した。メインとなる、 電力工場はかつて地下に設けられた。現在は市の主要な給電線が収められている。パブリック・サービスビルはポートランドで活躍した多作の建築家エイ、e、ドイルの事務所が市内で手掛けた3つのイタリアネート様式の建築物のうち3番が目の建築物にあたる。プロジェクトの主要設計者だったチャールズ K グリーンは ドイルが手掛けた他の2点のイタリアネート建築物にも携わっている。グリーンはパブリック、サービスビルの設計に着手した人物であるが途中でポートランドを離れ、ピエトロ・ベルーシュが公認としてプロジェクトを完成させた。地上2階はグレーのテラコッタが用いられ、3階以降はグレーのレンガが用いられている。コーニスや細かい部分も 同様にテラコッタが用いられている。様式的な波状のモチーフをとっており、この構造は建物の繰り形に沿って見ることができる。完成当初あった屋根には他の二つの建物と同じく赤い粘土タイルが用いられていた。ピエトロ・ベルーシのタッチを感じるとることができるのはロビー部である。ロビーではベルーシがデザインした。 公益企業のテナントを象徴したエレベーター扉を見ることができる。完成当初、ポートランド市内で最も高い建築物となったことをうまく利用し、上記の公益企業は屋根に電力、熱、ガス、光というネオンサインを屋根に設置した。各サインは各方角を向いて設置された。この建物を設計した事務所の代表だった a ー、e、ドイルは、 1928年1月に没した。パブリック・サービスビルが開館したわずか3週間後の出来事であった。パブリック・サービスビルの改築工事は1957年、1973年、1999年に行われている。1957年の工事では各ウィングの高さが12階まで高められた。 1973年には、ネオンサインと元々の屋根の除去工事が行われ、代わりに新しく金属製の屋根が取り付けられた。1999年の改築では、新技術の導入による電力コストの削減に焦点が当てられ、2000万ベドル近くを要して工事が行われた。パブリック、サービスビルは1993年、 市内に駐車場や駐車スペースを所有するグッドマン家に300万米ドルで売却された。ありがとうございます。